こんにちは、島田です。今回は肩が硬い人向けに可動域をアップする3つの方法についてお話をします。一言で肩が硬いと言っても人によっていろいろ症状はあると思うんですね。例えば肩甲骨周りがガチガチのせいで日常生活の中でいうと万歳ができないとか上にあるものを取るのがちょっと腕が上がらなくて大変とか背中で手が組めなかったりなどですね。で、 こういったその肩の硬さとか肩こりがこう慢性的にある慢性的に肩が硬いよっていう人には次の3つがセットでついていることが多いです1普段からデスクワークなど座ってる時間が長い2スマホを見る時間が長い3巻き肩など肩がこう前に来ていることが多いこの3つですねこの3つの要素があるのと 慢性的に肩が固まっていることにどんな関係があるのか影響が大きいのは骨盤の後傾や猫背など背中が丸まることですねこれを聞いてなぜ猫背や骨盤の後傾があると肩の動きも硬くなるのっていうふうに思った人もいるかもしれませんその理由は肩甲骨の動きが悪くなるからなんですね肩甲骨を背骨側に寄せたり 肩甲骨を下に引き下げたりする筋肉というのは胸椎この図でいうと背骨のピンク色の部分ですねここにくっついていますなので骨盤の後傾や寝こうなどでこの胸椎っていうのは後ろに曲がりやすくなるんですねその分これらの筋肉が使いづらくなりますそうすると肩甲骨が上に持ち上がってしまうので こう前に引っ張られていわゆる巻き肩とか前肩と言われる状態になりやすくなります。そうなると腕を後ろに持ってくるときに肩が引っかかるようになってくるんですね。なのでこの根っこの部分にアプローチをしないとこの肩の周りだけほぐしていてもなかなかその硬さが取れなかったりするんです。そこでこの動画では肩が硬い人でもできるやり方で この問題を解消して肩甲骨を動かしやすくする方法これを3つ紹介していきます。まず1つ目は骨盤の後傾を直して背中を伸ばす方法2つ目は背中を伸ばして肩甲骨を動かす方法そして3つ目は股関節を使いやすくするポイントこれを利用して肩の動きを良くしていくこの3つですね。 肩を柔らかくして背中で手を組んだり、合掌にチャレンジしてみたいんだけれども、なかなか硬さが取れないという人にはヒントになるはずです。では早速それぞれのやり方を見ていきましょう。では骨盤の後継を直して背中を伸ばすことで肩甲骨を動かしやすくする方法についてお話をします。これは前屈という体を前に伸ばす動きを利用するものです。でこう聞くと、 肩を緩めるのに、なんで前屈なのと思った人もいるかもしれません。理由は、背中が伸びずにこう後ろに曲がるせいで肩甲骨の動きが悪くなっている、この部分を減らすためなんですね。腰からの前屈ができないと、背中を伸ばそうと思っても、なかなかねうまいこと力が伝わらないので、まずは、肩甲骨の動きと背中の伸び、腰からの前屈、これらをまとめて整えるストレッチのやり方からお話をしていきます。 まず足を開いて椅子に座ります足を開いて座る理由はその方が腰から前屈しやすいからなんですね体の前にはテーブルなどその前屈した時に自分の体を預けられるものがあると安全にできますそしたらスタートしていきますねまず手を前に伸ばして組みますそしたら手首をねじりますそして手首をねじったら肘を上に上げます ここでのポイントは2つあります。1つは手首をねじるときですね。この手首をねじるときに肘を中心に向かって畳むようにすることです。こうするとその後のステップがスムーズになります。もう1つは肘を上げるときには少し胸を張ることですね。こうすると背中が伸びて背中の上の方で反りやすくなるので肘が上に上がりやすくなります。 そこから肘の高さを下げずに手首を下からくぐって前に伸ばします。ポイントは2つ。1つは肘を下げないことです。そしてポイントには指はほどかず手を握ったまま行うということですね。これ肘下げないことによって肩甲骨が使われて、そして指をほどかず手を握ったまま行うことで肩のインナーマッスルを使いながら腕を伸ばすことができます。 この2つのポイントを押さえることで腕と体幹をつなげて伸ばしやすくするというわけなんですね。そこから手を前に伸ばしていきます。そうすると腕が体幹を連れてきてくれるので自然と前屈できるようになるんですね。顔から前屈すると背中が丸まってしまうのでこの前屈をする時にも腕で体を引っ張るのをガイドしながらですね へそを前にに出すすようにすると効ここでのまあ効果の違いなんですけれどもテーブルと自分との距離が長いほど前屈できる量も増えるんですけれどもその分難易度も上がりますもし腰が不安だなと思う方は椅子とテーブルとの距離ですねこれを近づけて行うようにしてください そして前屈をしたら深呼吸をしていきます。口から息を強く吐いて鼻から吸うのを3回繰り返します。顔は前に向いてた方が背中が効きやすいというか背中に効きやすいですねで。腕を前に伸ばしたまま前屈がこのようにできるとですね、背中が伸ばされるので呼吸でこの背中の奥の筋肉をストレッチする感じになります。 深呼吸を3回したら元の位置に戻ります戻ってきたら手を組み替えて同じステップを行います手を前に伸ばして組んだら手首をねじって肘を上げます肘の高さを下げずに手首を下からくぐって前に伸ばしますそこから手を前に伸ばしていくと前屈しやすいので合わせてへそをこう前に出すようにしてもらいますそうすると腰から前屈しやすいです前屈をしたら深呼吸を3回ですね これで元の位置に戻っていきます。このやり方で前屈をしていくときに、肘の高さを下げずに前に出そうとすると、肩が引っかかって大変という方もいると思います。その場合は、手を組んで前に伸ばすようにするだけでも大丈夫です。この方法の目的は、骨盤の後傾を防いで、重心を前に持っていきやすくすることなんですね。なので、肩の動きが硬いな、 っていう時にはステップの1と2を省略して、徐々に背中を伸ばしていくのもおすすめです。次にタオルを使って背中を伸ばしたり、肩甲骨を動かしやすくするやり方について解説をしていきます。タオルを背中側で持って引っ張り合うだけなんですけれども、腕と肘の位置をちょっと気にするだけで、背中を伸ばしながら肩甲骨も動きやすくなるんですね。なので、そのコツと合わせてお話をしていきます。 タオルを背中側で縦に持って足をクロスして立ちます。タオルを持つ手の位置と足のクロスの仕方なんですが、左足が前なら右手が上でタオルを持ちます。反対に右足が前でクロスするなら左手が上でタオルを持ちます。そこから胸を張ると背中が伸びやすいので、そのままタオルを下に引っ張っていきます。 で引っ張り合いながらタオル下に引っ張っていくとだんだん背中伸びてくるんですね。でそこで引っ張り切ったところで深呼吸をします。タオルを上に引っ張るときも同じように行いますで。この方法を手と足を反対にしたものでも同じように行っていきます。でこのときポイントがあります。このタオルの引っ張り合いなんですが、肘の曲げ伸ばしでやるのは NG です。 どういうことかっていうと上に引っ張るときにもその下に引っ張るときにも片側に引っ張られたら肘っていうの曲がるんですけれどもそれは二の腕が胴体に近づくまで待ってほしいんですね。肘が胴体から離れた位置で肘を曲げてしまうと肘の運動になってしまって肩甲骨が動きません。なのでタオルを上下に引っ張り合いながら上か下に引っ張っていると二の腕が胴体に近づいてきます。 この二の腕が胴体に近づいてくるとこの写真のように縦になってくるのでそこから肘が曲がるようにすると肩甲骨をきちんと使うことができますちょっと言葉だけだとイメージできないって人はとりあえず二の腕を胴体に寄せてから引っ張って呼吸しようと思ってやってみてくださいその方が肩甲骨が動いてその後のステップがやりやすくなりますでは両手と両足をねじってクロスしながら伸ばしていくことで 肩と股関節の歪みを整えていくやり方についてお話をしますこれをやると骨盤が安定して背中が伸びるので肩甲骨の動きも良くなるんですね肩を緩めるという話だけではなくこの猫背とか顔が前に出てくる問題だったり巻き肩などのアプローチにも使えるので合わせてご活用くださいではやり方を解説していきますまず足をクロスして立ちます このクロスの仕方なんですが、前と後ろの足の間を一歩分開けるような形で行います。で足まっすぐのままだとあの横にぐらぐらしてしまいますので、ちょっと斜めにすると立ちやすいです。それで股関節が硬さが取れてくると、つま先が横に向けやすくなってくるんですが、これ最初から無理に横に向けようとしないでください。そうするとお尻とか膝がきつくなってしまいますのでね。でもしこの体勢をしていて、お尻や膝がきつい人は、 つまま先を斜斜めめもしししくは少し縦めに斜めににててあげると楽になっていきますでここで足をクロスしている理由なんですがこれは腕や足を動かす手この視点になるポイントをだいたい背骨の上辺りですね肩甲骨の高さぐらいに設定したいからですこれはバレーの足のポジションで4番ポジションというのがあるんですがそれを応用してるんですね4番ポジションでは 足をこうクロスして立つんですけれども肩甲骨あたりの高さの背骨のところをてこの視点にして股関節を動かすんですねなので足を一歩前に出した状態でクロスをすれば肩甲骨の高さあたりの背骨にアプローチしやすくなりますこのあたりの詳しい解説については股関節の軸になるポイントでお話をしていますので気になる方はそちらもご覧,ご覧ください足をクロスして立ったら 腕を前で組みます。そしてじゃんけんするときに気合いを入れるときと同じように手首をこうぐるっと回してねじって上に持ち上げますそうすると背中の上の方が伸びてくるのでこの形が作れたらその高さで手をまた前に伸ばします先ほどとの違いは何かというと最初は真正面で伸ばして 腕をねじった後は斜め上に伸ばしている感じになります。この状態になると背筋が強制的に伸ばされるので胸椎が伸びやすくなるんですね。そして腕を前に伸ばした状態から万歳の要領で腕を上に上げていきます。いける人は自分の耳を越えるあたりまで腕を上げてあげると効果が高いです。でこの上げたり 前にしたりするのを3回から4回繰り返していくんですけれども、もしこの腕を上げるときにですね、上まで上げるのが辛いよっていう人は2段階に分けて行ってください。だいたい顔の高さを超えたあたりで肩がきつくなってくるので、ここで一度呼吸をしてもらって、そこから腰を下に向かって伸ばす感じで、腕を上に伸ばすように意識を持っていってもらうと万歳しやすくなります。そして足はそのままの状態で、 手を組み替えて同じように行っていきます。組み替えるときにこれどっちだっけと思ったら、一度ですね、片方の手を上からまたぐようにしてあげると、自然と組み替えることができます。後の流れは同じです。手をねじって組む。手首をぐるっと回して上に持ち上げて、斜め前に伸ばす。 そこから万歳の両領で3回から5回上に上げていく。前と上を交互に3回行っていきます。両手やり終わったら、今度は足の前後を組み替えて行います。前と後ろの足の間は一歩分空けて足をクロスします。先ほどは右前でしたが、今度は左側の足が前になる感じですね。後の流れは一緒です。 手をねじって組むというのと手首をぐるっと回して持ち上げて斜め前に伸ばしたら万歳の要領で3回から4回上に上げたり前に戻したりを繰り返します手を組み替えても同じように行うって感じですねこれで骨盤が安定してきて背中が伸びてくるので肩甲骨の動きも良くなっていくんですね最初はこの体勢自体がきついとか腕をねじることが大変っていう方もいるかもしれませんが これを 2, 3セットやっってていいくと楽になっていきます。また、ここで万歳をするときにですね、肩のインナーマッスルを使うので、普段使われていない筋肉の筋肉痛が出たりすることもありますが、こちらも肩甲骨の動きが良くなるうちに減っていくので、この辺はご安心ください。では、ここまでの話をまとめます。骨盤ととと背中を整えて肩の可動域アップということで、 今回は慢性的に肩が固まってしまう原因になるこの骨盤の後傾や猫背これらにアプローチをして肩を緩める方法というのを3つ紹介してきました1骨盤の後傾を直して背中を伸ばす2背中を伸ばして肩甲骨を動かす3股関節を使いやすくするポイントこれを利用して肩の動きを良くしていくこの3つですねどれも、 1>, 1分から2分あればできる簡単な方法なんですけれども、順番に組み合わせることで肩を緩めて動かしやすくしていきます。ぜひ少しずつ試して肩を緩めていってくださいで。このプログラムの全体像は会員限定でお話をしています。腕を後ろに持っていくと肩が痛いというところから、背中で腕をある程度自由に使いやすくするところまで順番に整えていくプログラムです。 続きが気になる方は、先進領地ラボか YouTube のメンバーシップでご覧いただけますので、概要欄のリンクからお好きな方をチェックして続きをご覧ください。以上、参考になれば嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいです。またお会いしましょう。